1997年フランス議会総選挙は、フランス共和国の立法府会員である、国民議会を構成する議員を全面改選するために1997年5月25日と6月1日の2回に分けて行われた選挙である。国民議会の人気満了を来年に控えた中、議会を解散して行われた選挙である。選挙の結果、議会内で、 圧倒的勢力を有していた、白区大統領与党である共和国連合と、フランス民主連合による保守連合が、議席数を大幅に減らし、反対に、ジョスパン第一初期が率いる、社会党を中心とする左翼連合が勝利した。党派別で見た場合、ジュッペ内閣を支える保守連合の共和国連合と、民主連合は共に議席を、ほぼ半減させた。 前回1993年選挙で大敗した社会党は完全に復調し第一党となった。そして1981年以来議席を減らし続けてきた共産党は4回目の選挙で初めて選挙前を大きく上回る議席を得た。それ以外の党派では緑の党を中心とした環境保護派が左翼連合と協力して8議席を獲得し、 初めて議会に議席を獲得することに成功した。この選挙では、急進社会党を名乗ったが、翌年に、フランス民主連合に加盟する、急進党の抗議によって、左翼急進党への名称変更を余儀なくされた。唯一の当選者である、J.M.L. s c h u b が、政治資金の支出上限額を超過したことで、後に当選資格を剥奪されたため、議席を失った。 ありがとうございます。